ヒバリクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。えー、今日は8月1日になりましてね。実は8月1日からこのぶらり散歩いのをやめてですねあ。少し中断して、それでアコースティック哲学のシリーズ2のですね、整理の方に進もうと思っていたんですが、実はこの前トりエというですね、これ非常に私にとっては、私の考えの中心中の中心なんですね。 で、まあ人間は取り絵を、小学校、中学校で取り柄を聞かれることによって、まあ、曲がった方向に行っちゃうんじゃないかと。まあこれは現在の子供のことを考えると非常に大きな問題じゃないかということを、まあ指摘したつもりだったんですが、ちょっと聞き直してみると私の言い方にも問題がありました。そしてまたもう一つはですね、えー、まああの、私に批判する人を弁護するわけじゃないんですが、 まあ普通は批判というのは自分のためになるんですけどね。えー、この方の批判を見て私も自分の言ったことの不完全さが分かったわけですから、まあ、その意味では非常に感謝しなきゃいけないんですが、まあ、同時にですね、このような見方をしないでくれということも言いたいんですね。私のこのひばりクラブはですね、常識的に考えられている中で我々に不幸をもたらしているものがあるっていうところに中心があるんですね。 私はやっぱり人間というのは幸福に生きていくのがいいと思うんですよ。<laughs> 誰でもそう思ってると思うんですけどね。世の中には人を不幸にする方に進む人もいるんですね。まあその人がそういうことを意識されてるかどうかわからないんですけどね。ちょっとこの、この KDIMQEJ っていう方の、えー、ちょっとあの、書いたものをちょっと読みますとね。 武田先生、取り柄というのは大谷選手のような特殊能力ではなく、その人の特徴の中で優れた部分のことですよと。性格が優しく友達が多いなら、それは立派な取り柄ですし、稲を育てられるならばそれも立派な取り柄ですと。先生が社会を批判する場合、このように先生がその言葉の意味を知らないだけのことが多いようです。 まず知らないことは知ってるつもりにならず調べましょうとこうあるんですね。ええー、と、まあ、あの、文章の作り方としては、まあ、非常に失礼な文章にはなっております。まあ、だけどそれは、まあ、文章が下手か上手いかの問題なんで、それはまあ僕はあまり今日は問題にしないと思ってるんですね。それから僕側の反省としてはですね、私が取り柄を議論したのは、 取り柄を聞かれて苦しんで小学校を過ごして、そして大学生になって、その学生はちゃんとやれるのに、小学校、中学校と取り柄を何回も聞かれて、まあ謙虚な性格だったんでしょうね。自分の取り柄というのを言うことができなかった。それがその学生の非常に心の大きな傷になってて、 それで私はこれができると思って学生にやらせようと思ったら学生は先生そんなこと私はできません。私は取り柄がない人間ですからと。まあこういうふうに言ったのを聞いて本当にかわいそうだと思ったんですね。その学生はもちろんあのまあまあの大学生ですので、それだけでもね、ある意味では取り柄があるんですが、実は私のこのひばりクラブの話っていうのはですね、 この人が指摘したように、指摘して間違っておられるように、この人が間違っておられるようにですね、実は言葉そのものが間違ってるっていうことを指摘することが多いんですよ。ですからこの場合の取り絵っていうのをですね、私はあの、小学校の先生とか中学校の先生が取り絵と、要するに考えておられることは違う。だから、これは辞書でもし取り絵と調べてみますとね、調べますとね、 私が取り絵でない、取り絵というものじゃないと思うのが取り絵として書かれてます。<laughs> それは一般的に社会がそう思ってるんですが、それはそれで国語の辞典としてはいいんですけどね。国語の辞典は正しいとは限らないんです。これはあの、よく学生を指導してます時ね、え変な傾向があるんですよ。それはですね、勉強しない学生の方が研究成果が上がるっていうのがあるんですね。 で、ですから、あの、まあ、いい大学。例えば私の経験した大学では、まあ、東京大学とか名古屋大学とか。まあ、そういうところの学生はあまり実績が上がりません。研究実績が。どっちかっていうと、どうしても本読んじゃうからなんですよ。本読むってことは必要なことですよ。学者としてとか学生としてちゃんとした研究やるには、それまでの知識がいますからね。それまでの知識がいるので本を読むってことは正しいんですけど、その、初学者っていうか、 あまりこう、まだ学術的に成熟してない人たちはですね、本を読むとその本に影響されちゃうんですよ。本というのは間違ってるんだっていう概念はないんですよ。つまり、人間というのは、今自分が考えてることが正しいってことはほとんどないんですね。まあ僕はこれでよく言うのは、えー、紀元千年に誕生して現地物語を書いた最女の紫式部さんにですね、 ま、現代に生まれていただいて、で、私と一緒に羽田空港に行くと、で、私が羽田空港から飛び立つ飛行機を紫式部さんに見せて、あれは何ですかと聞きますとね、絶対に飛行機って言わないんです。だって飛行機がなかったから。<laughs> なんか天狗ですかねあの、すごい大きいですねって言うだと思うんですね。空を飛ぶんで、こんなもの見たことないんですけど、全然何ですかねって言うんですよ。つまり、 これは、まあ、あの、ヘーゲルなんかも言ってることで、えー、ヨーロッパ哲学なんかでも十分に議論されてることなんで、別に日本文明とかへの持ち出さなくていいんですけども、人間っていうのは自分の頭に入ってるものを正しいと思うっていう一大欠陥があるんですね。そういう意味でですね、学生は僕にどう言ってくるかっていうと、優秀な学生ですよ。優秀な学生は、先生、こんな実験先生からしろって言われたけど、この本読むと、これ違いますよ。こういうわけですよ。 うん。それで僕はですね、あ、それはそうだろうね、と。その本っていうのは多分10年ぐらい前の本だろうって、そうです。最新版ですって言うんです。だけどその本を書くための研究っていうのは多分その先生は、その本を書いた先生は、さらにその10年前か20年前にやったものだと思うよ、と。そしたら、君があのこの本にこう書いてあるってことは、何を言ってるかって言ったら、20年か30年前にはそれが正しいということだったんだろうね、と。 だけど僕が君に言った研究っていうのは、今までのそういうものと違うものを見出そうと思って、あなたに頼んだんだから、それはその本に書いてあることと違ったっていいんだよっていうとね、満足しないんですよ。ていうのは人間はね、調べた結果が正しいと思うんです。自分の目の前の人が言うことと、本に書いてあることと、絶対本の方針を信用するんです。なぜか。<laughs> それからね、もう一つは、 なんとか教授とか、特に日本の場合は、外国人が書いたみたいなものはね、もう無条件に信用しちゃうんですよ。その外国人が、まああの、アメリカ人のが貧乏だって言うんですけど、その、非常に悪辣な、えー、国で、えー、色人種を全部植民地にして、そっからの上がりでコーヒーなんか飲んでた人たちであってもね、それとはもう切り離されて、 自分の頭の中、だからこれは人間の独特のなんか、尊敬心みたいなの,のでき方なんでしょうね。あの、特に私なんか理科系ですから、まあ文化系の人に文句言うとまた怒られちゃうんですけども、文化系の人って面白いんですよ。実験事実ってあんまりないもんですから、この人がこう言ってたっていうのが証拠になるんですね。だ文献のところに山ほど文献が書いてあるんですよ。山ほど文献書いてあるところで、その文献にはその本を裏付ける文献は、 ほとんど実験データはないんですよ。誰かがこう言ってるっていうね。そういう書籍の引用なんですね。これはまあ、文化系の本の特徴ですから、別にそれはそれでね。あの、私としては別にいいんですけど、え、文化系の人って人の言ったことが根拠になるんだなと思ったりするんですね。例えば、ここでもそうですけども、調べましょうってやつがあるんですよ。調べてわかることっていうのは、ほとんど間違ったことなんですよね。 で、もう一回取り合いについてお話します。私が不十分だったところですね。まあ、この方はこの方でちょっと反省していただいて、物事を疑うってうことは、現在の我々の人間の知識が間違ってるんじゃないかと思って疑うわけですから、調べたら正しい方向で行かないんですよ。それからもう一つはですね、言葉の意味っていうのは、現在の我々の認識の上で言葉が意味持ってるんであって、 言葉の意味をよく知ってしまうと、あの、真実には近づかないんですね。この取り柄はね、僕は学生に何て言ってたかって、この、この反論を見て僕も思いついたんで、この反論にも意味があるんですけども、えー、っと、私は取り柄こそが、取り柄というのは人を苦しめてることなんだってよく言ったんですよ。取り柄があるっていうのは他人を苦しめることなんだ。で、こう言ってもね、皆さんはピンとこないんで、取り柄っていうのはいいこと、いいことだと思ってますからね。 悪いことだと思ってませんから、取り柄が。私は取り柄が悪いことだと思ってるんですよ。取り柄と、普通に言うのが、普通に言う取り柄が悪いって言ってるんです。これ難しい。二つ意味がありますから難しいんですけどね。えー、っと、勉強が一番の人がいる。一番から十番の人がいるから、十一番の人はお母さんに怒られるって僕よく言うんですよ。これが取り柄の罪なんです。取り柄というものが持ってる罪なんですね。私なんかも勉強できましたから、 大変にその意味じゃ申し訳ないと思ってるんですよ。私がいつも一番でしょそうすると、二番以下の人はお母さんに怒られるんですよ。まあ基本的には。まあ怒らないお母さんいくらでも言いますけど、怒られるわけですよ。だけどもその一番っていうのは私にとっては意味があるかもしれません。私にとっては。だから私はまあ、物理ができるとか、国語ができるとか、美術ができるとか、まあ我々多様なんでね。それは良かったと思いますよ。僕としては。だけども、 私が他人に悪いことをしたのは間違いないんですよ。えー、別に、物理が一番だって何が一番だって関係ないんですから、他人ですから。だけども、この世の中は、人と比較する人が多いんですよ。もう、それがいけないんですけど、いけないってだってそうなんですね。ですから、取り柄があるってことは、人を苦しめることになってるっていうのは、僕はもうずーっと感じてるんですよ。例えば、会社に入っても、私が優秀ですので、 私がつい上司になっちゃうんですよ。給料も多く取っちゃうんですよ。そうするとそれはね、僕は人間としてはみんな同じだと思ってて、やっぱりご飯食べるときもみんなでテーブル囲んで同じものを食べようと思うんですよ。だけどついつい僕の方が給料高いから、僕は2000円のものだって大したことなかったりするけど、だけども給料の低い人は2000円のものってのは高いわけですよ。だけど一緒にご飯食べるときはやっぱり、 で、差をつけるわけにいかないってことになるわけですね。それで僕の,あの教え子がね、これは本当に感激してくれた人がいて、今でも僕思い出すんですね。川崎かなんかで学生と一緒に昼食を食べた時に、一人だけ、それ母子家庭の子供だったと思うんですね、学生だと思うんですよ。僕は食べませんっつってね。ああ、そうっつって僕もそれそういうのはいちいち学生のね、そういうことは自分で。 先生だから一緒に食おうなんて言えませんから。じゃあ分かった。僕らちょっとそこであそこで昼食食べてくるからって蕎麦かなんか食べた。で、僕は途中でちょっと心配になって外に出たら、その本人は、外でどっかのベンチに座ってパンをかじってたんですよ。だから、あの時に500円か600円の蕎麦は、自分はお母さんに負担になるから、自分はパンで我慢しようと思って、150円か200円のパン食べてたんですよ。ねえ、それを見てね、 本当に僕、鳥絵というものに非常に反省したんですね。かわいそうなことしたなと思いました。<laughs> 今でも悲しいですね。で、ここに書かれているようにその、その人の特徴の中で優れた部分。この優れた部分というのは本当に優れているんですかと。人間として優れたことなんですかというのが僕の疑問なんですよ。だからもちろん僕もあの、自分の 話したものをもう一回聞いてみますとね、私にもやっぱり先入観があって、なんか取りっていうのが、ここに書いてあるように、性格が優しいとか、友達が多いとか、米を作れるとか、そういうこともなんか取り柄に入れちゃってる感じなんですけど、僕が言いたいのは実は他人よりかいいところ、自分の性質の中でいいところっていうのは、いい面はあるんですけど、それが同時に他人を苦しめることになっている。 それを小学校とか中学校でいいこととして教えてんじゃないかといやいや。教えてるの間違いないんですよ。ですからその私が接した学生がですね、自分には取り柄がないから、先生そんなこと私にはできませんと言ったと。それになっちゃってる。だから本当にかわいそうだなと、私は思ったわけですね。ですからこれをもう一回、取り柄というものをもう一回お話をしたいというふうに思ったんですね。つまり、 その人の特徴の中で優れた部分は、優れたっていうのは何をもって優れたかっていうとですね、やっぱり人よりか成績がいいとか、人よりか足が速いとか、まあそういうことを優れたという言葉言っちゃうんですよ。だから、じゃあね、この人に批判されれば、優れたという、用語は日本では優れてるということなんだから、しょうがないじゃないかって言われそうですけど、実はその、この錯覚がですね、明日から話す、 アメリカ人が貧乏だと。貧乏なアメリカ人。心の貧乏ですね。自分は今よりか金が多い方がいいという心の貧乏。これが現在の世界の不幸を呼んでるんだと。実は人類が不幸になってる。現在人類は不幸になってるんですよ、実は。あの、たまたまアメリカに生まれたエリートとか、中国に生まれた共産党員はいいかもしれないですよ。だけどそれはもう、 ほんの地球の1%ぐらいなんですよ。地球の1%だって8000万人もいますから。1%でも8000万人いますから。だけど、たった1%の人がいい思いをして、残りの99%が辛い思いをする社会っていうのは、僕は良くない社会と思ってるんです。これは良くない社会。だから、優れた人がいるっていうのは良くないってことなんですよ。だからこれがまたなかなか難しくてですね、あの、まあ、この、 ヒバりクラブを聞かれる人はそれ十分に注意してくださいねっていう意味でですね、ちょっと書きました。というのはどうしてかっていうと具体的にそうなんですよ。具体的に世界の富の、世界の富はですね、みんなが働いた結果なんですよ。お米を作ったりいろいろした結果なんですよ。つまり、取り柄で富ができてるわけじゃないんですよ。えー、平均的なもの、平凡なところで富ができてるんです。富が発生するのは平凡なことなんですよ。例えば僕が言うんだったら、 子供を産んで一生懸命育ててる母子家庭のお母さん。子供を産んで育ってるわけですから、ものすごく立派なんですよ。ところがこの立派なことに対して、1年間で235万円の収入しかない。なぜか。日本人平均は600万円ぐらいあるのに、なんでその3分の1ぐらいしかお母さんに行かないのか。なぜなのか。それはですね、まあ今日この取り絵の2を取り上げたので、あえて言いますとね、 優れた部分というものを人間はなんか決めてしまうんですよ。物理ができるとか、自動車を作ることができるとか、会社の社長であるとか、それを優れたっていうふうにしちゃうんですよ。本当にそれは優れてるんですか,だからもう一つ言えばですね、アメリカの社会を見ればわかるんですけど、日本も絶対そうなんですけど、優れてる人ほど悪いことするんですよ。<laughs> その一番典型的なのは、 温暖化のために CO2 を削減しましょうと言っている政治家ですね。皆さんすぐ頭に浮かぶでしょう。大臣とか。そういう人は普通の人よりかずっとずっと収入多いんですよ。で、この収入の多い人がどのくらい CO2 出してるかっていう計算値もちゃんとあるんです。普通の人よりか10倍、100倍と CO2 出してる。自分で CO2 出しながら自分よりか貧乏な人に CO2 出すなと言ってる。このくらいの二重人格は 実は、取り柄のある人がほとんどなんですよ。取り柄のある人はするんですよ。だから、取り柄のある人ってのは一体取り柄があるんですかね僕はそこを疑問に思ってるから、この人のコメントを出したんですよ。この人は本当にそう思ってるのかもしれませんね。この人インテリじゃないかと思うんですよ。ある程度社会の指導的な立場にいた人じゃないかと思います。文章,文章から言ってですね。そういう人たちは自分は優秀だから、取り柄があるから、優秀だから、 多くの金をもらってもいい。それが本当にその人が自分でやったことならいいんですけど。実はね、僕はあの明日からそのアコースティック哲学のシリーズ2をまたやりますけどね。世界の富の分配を見たら絶対にそうじゃないんです。ただそれが通用してるのは、その頭のいい人、取り柄のある人がずるいからなんですよ。僕はそう思ってます。いや、本当に頭のいい人ってずるいですよ。 自分は何とでも言えるもんですから、それでごまかしちゃうんですね。それがやっぱり現在ものすごく変なんですよ、社会が。それも明日からやりますけどね。このものすごく変な社会がなぜできたか。その言葉の一つに取り入れっていうのがあるっていうのが僕の考えなんですね。えっ、ー、とまあ、この方のコメントはまあ、えっ、ー、と事務局の方はもうこういう変なコメント全部切ってくれ。 切った方がいいですよと僕に言うんですけどね。だけどまあ、ちょっと文章が悪いだけで、ちょっと文章が失礼だけ,だけですよ。この人の特徴でしょうね。えー、優れた部分のことですよとかね。まず調べましょうとか。常に上から目線ですから、もしかしたら学校の先生だったかもしれないですね。えー、学校の先生、これが一番危険なんですね。上から目線が。<laughs> しょうがない。職業病みたいと思うんです、まあ。ということで、今日は8月に入りましたけど。 このトリエっていうのの考え方がすごく重要なんで、その2を私はお話しいたしました。